って感じなんだけど、一応狙ってなきゃ無理っすよ。うん、私は無駄なことやんないで決めてるから。キラーは私を狙った方がいい。ソップダヘルジャン、ソップダヘルジャンしないと勝てませんよ。うん、やる気ないんだから。私は捕まったら、ただレイスとメカ神シェイク使ったらもうすぐやめるからさよならって。あ、さっきの試合やったじゃないですか。あ、勝てるゲームやりますよ。 NG じゃないんで、勝てるゲームは。勝てないゲームは NG。 同じやったな。よ、どこだ、どこかの使いたい人かな。圧倒的簡単だからなのか分かんないよ。曲の武器使ったら、あ、俺も半分 NG だけど、自分本来が。投げてるのはね、ミッションがあるんですわ。20人に投げる。キラーサバイバー問わないんだけど、最後のミッションなんですわ。ちなみに、気に入らねえから投げてるとか、あ、なんかを知らせるために投げてるもあるけど、メッセージを伝えるために投げているはあるけど、あ、ちなみに言っとかないとね、あ、まあ、本当ふざけて投げてる人もいるけどね、アーカイブのレベル3の最後なんですわ。20人に投げるって。ちなみに言っとく。じゃないと分かんないかも。あ、だから多分ね、あの、俺投げてんだわ。近づいて投げた方がね、コントロールは効く。近づいてる方がコントロール効く。ここはただ音出し係で。あ、でも来るかもね。私は馬んとこ行きたい。前あるんだろうけど。ここ出してれば味方も気づくかもしんねえからね。じゃあもう騙されるかもしれないからね。あ、これ回してるはずの駅だ。全然回してないんだけど。そう。壊れてんだったらもうやるか。いやもう助けんのこんなの。壊れてるやつどこいんだろう。助けたくないけどもう。よくこいつも空いてるよね。勝手にしろ。助けたくないけど、いや、そしたら確実にゲーム壊れちゃうからもう。あ、助けたくないよ、もう気分は。やられればいいと思ってる。なに、俺が救助来ないで。え、だってその方はリスク高いだろ、俺が行く方がまず。俺ね、頑張れば勝てるかもしんねえから。だから助けた。あ、ぶっ壊れ？救わない。終わり。アドリキまでまたな。救わない。頑張れば勝てるって可能性はゼロではない。行ってみる。あ、こっち方面なんだね。方面見なきゃいけない。頑張れば勝てるけど、向こう方面なんだよね。あ、よし。あんなとこでもがくやつどこいいんだよ、このゲーム展開でよ。説明しろよ。どこまで第一村人になってやる気なくなんだよ。残り実質2台になるに決まってんだよ、あんなもん。で、俺んとこも回ってんじゃん。かなり強い盤面じゃん。マジでレベッカって勝負センスがなさすぎて言葉出ないよ。この辺をうろうろさせる。いると思わせると思う。そしたらこっちエリアに。
出すと。すると思わせる。声ね、フィル。声がする。これ大事ね。もう気になってんでしょ？いいよ、別にここは。回ったら回ったでラッキー。回んなきゃ回んないで、別に流れるようにやればいいだけだから。なかったら回せばいいし、いたら回さなきゃいいだけだし。なんでここ回さなきゃいけないの？しかも、オーバーチャージ効いてるような。だいたい俺、あそこでロッカー入るのって正しいだろう、むしろ。直接来てほしいの。これ全世界の人に来て、あれ、来てほしいの？キラーいんのに無理級？トンネルくらいよ？ロッカー入って、巻いて、安全救助の方がよくね？これ正しく、俺、救助を捨ててるわけじゃなくて、事情を考えて、救助してしないとは言ってなくて、ドクターなんだから、バーンも来るじゃん。どうせ蹴ってくる。オーバーチャージでしょ。立て直してもらう。うん。二つの位置で発電機を回す。気になるから、絶対に。気になっていいよ。立て直してもらう。二人が届く。あ、やばい。オーバーチャージ来たと思われるわ。これいい。やばい。逆回転でやる。プレッシャーじゃない。ただない。1000人が回してる。だから、やばいでしょ。状態が悪化して。僕だけ安定なところに行くから、ここはなんとか、状態立て直すまでは、ステージで頑張らないと。やばいかも。ちょっと弱回転やばす、弱回転もやばすぎる。弱回転もねえか。いいかい。取る作業は必ず。敵のあれも回復向こうが気になってる。ここは回ってるのこっちなんだけど、オーバーチャージもあるから、ね、もう行けない。まあ行けられないけど、まあいいや、手直してもらう方がいい。まあ、蹴ってくるだけだから我慢。マジで大事村人になったって。俺はもう勝てねえ大事村人だからやめてんだろ。オーバーチャージ仕込みたい。混んでない。ここが気になってる。我慢だ。起きてん。マジで困る。こう遠目に行って。いやー、無理よ。無理よ、もうさー。
邪魔でしかねえわ。安全じゃなくて、俺が相当 気を使いながら回してんだわ、ここ。相当レベルで気を使って回してやっとっていう。救助行く。崩壊する。このままだと終わる。苦しいけど。気を使ってやっていたってこと。黙ることのお前厄介だ。セルキアまでが頑張るしかない。レベッカの発電機、ここは君。お前、どうだった？直すまで我慢。犯人が正常な状態。これはもう無理だから。行かないから。あのね、固まってる時は逃げればいい。明らかに固めてるだけだから。スタークは追ってこねえから。追ってきたら回されんだ。一応不足の際に備えてもらいますから。ただ安定させる。ダメだ、リスクは来んだけど。あれを来てくれれば。よし、これで勝てる。無理だったんだよ、ドクター。あの3人と違うんだわ。スーパースター10番っていうのはもう、チームの全体をバランス見てやってる。で、セルギアマンじゃねえんだわ。やれる男って、3人の女性が惚れるプレイヤーなんだわ。こんなじいさんでもな、やるべきことをやるんだわ。3人のためにゲートを開けるんだわ。俺の脱出のためじゃない。あとは任した。チームのためにやるんだよ。自分のためにゲートを上げるんじゃねえんだよ。だからギリギリまでやる。これはこれはヒーローちゃんだと思います。よしよし、だから勝利の女神を惚れるんだ。正しいことだけやり続ける。うん、自分がやらなきゃいけないんだもん。三人のためにあげるんだ。自分の脱出のためじゃねえんだわ。よし。チームのために抜けてるに過ぎないから、僕は。チームの一生のために。誰かが抜けるなら別に俺がやらなくても、抜けなくてもいいし。ドクターが来てくれたよ。ありがたかったよ。うん。こっち来て、俺を狙ってくれたら発電機回せるんだ、普通は。うん。ね、自分たちが狙われてながら回してくれる。助かったよ。うん、あの瞬間私にんまりだったと思った。この時をずっと待ってた。あとはもうエクストラステージマンでお遊び上手やってください。3人で、はい、4人でデッドバイ劇団やってください。どうぞ。終わったんで真剣勝負。
ますって言うんだったら、あとさ、キラ来るわけねえじゃん。釣りたいとかなんか貪欲じゃない人ってもう早く抜けてくんねえかって人って来ないと思うぜ。もう、俺抜けてもういいやってなってる人は。終わったからどこだろうな。ゲームは。まあいいんだけどね。いや、いいでしたね。楽しかったですね。うん。楽しかったですね。オーバーチャージ。オーバーチャージ。チャージでも固められると結構難しいからね。これでもなんかオーバーチャージちょっと下がったみたいだけど。リアクション全盛期とかの頃の、チャージよりは下がったと思うけど。まあ多分楽しかったですね。よかったね。やっぱり。楽しいね、デッドバイって楽しいね。みんなで協力して、野良の世界のどの人かわかんないけど、一緒になって協力して頑張る気持ち。当たらずに頑張りたい。良くなりたいんです。楽しいゲームっすね。4人くらいなんかドギャンパーいたけど、ドギャンパー、まあ勝ったゲームの前のドクターもドギャンパーだから 5人だけど、あれ勝ったからまああんまり影響ないけど。あれ、あとカニバル戦も勝ったけど、あっちで。だけどまあ、やっぱ面白くないですね。キャントン。本当面白くないですね。キラーが面白いか知らないけど。俺毎回言ってるけどね、ブロック切断機能があればね、ブロックされて、切断されて抜けられる。